渋谷スクランブルスクエアは本日から12月25日までの間、クリスマスフェア、スクランブルクリスマスを開催しています。館内の装飾は山本関西事務所がプロデュースしているそうです。どんなデザインになっているんでしょうか。楽しみです。渋谷スクランブルスクエアの7階イベントスペースに山本関西事務所がプロデュースした元気ツリーが登場しました。美しい色は人を元気にし、生きるエネルギーを湧き起こすという山本関西さんの哲学のもと、元気という名のクリスマスツリーをデザインしたということです。フロアに入った瞬間、目を引かれる鮮やかなカラーがクリスマス気分を高めてくれます。カラフルな糸が静かに揺れる動きを見ていると、元気をもらえると同時に優しい気持ちになれる気がします。マイカラーマイクリスマスというのをコンセプトとして、一人一人が素敵な色を見つけていただいて、好きな色を見つけていただいて楽しんでいただきたいという願いを込めまして展開させていただいてます。元気ツリーという名前ですので、もう皆さんにパッと見ていただいて、パッと元気になっていただくっていうことがすごい大事かなと思ってます。やっぱり街を元気にしていくっていうことを考えたときに、山本関西事務所さんって日本元気プロジェクトみたいな取り組みをずっとやられてますし、まあそういった前にこう背中を、こんな時だからこそ後ろから押してあげるような、そんなようなプロジェクトってなると、まあ彼らと組むっていうのはなんか必然だったのかなと思いますね。渋谷だからこそやっぱり活力があったり、元気だったり、希望が溢れるような、一歩こう前に踏み出すような提案発信ができないかなということがすごい大事だなと思いまして、まあそれをテーマに考えたところ、こういう鮮やかな装飾であったり館内での展開になりました。コロナのこういう状況下で感染の方も増えてるということは事実ですので、我々もしっかりと感染予防の対策をしっかり整えた上で、お客様に安心してご来館いただいて、まあ、その上でインスタレーションを見ていただいて、少しでも元気になってお帰りいただければいいかなというふうには思ってます。色っていうのは人を元気にするっていう、その関西の強い哲学がありまして、それをこう一つのクリスマスのツリーに見立てて作った作品になります。ファッションブランドでもありますので、布を使うこと、糸を使うことっていうのはそのプロフェッショナルなわけでして、今回は糸で一つのツリーというのを見立ててみたいなというところで作っております。まずコロナ禍で迎えるクリスマスっていうのが世界中初めてなわけで、こう癒しというよりは行くぞっていう方が強いんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、まあそういうところがこの一つの渋谷っていうところだったり、こういう時期だけど何かを発信しようっていう、やっぱそういうこう力やエネルギーっていうのを感じてほしいと思いますね。関西不在でやる一番最初のプロジェクトでしたので、本当に素晴らしいスタートが切れたし、おかげさまで素晴らしいプロジェクトができたというふうに思っております。一人一人が自分らしい好きな色を見つけて楽しんでもらいたいというのが今回のクリスマスフェアのコンセプトで、12月中旬からは1枚ずつ絵柄が異なるマスクが販売されるそうです。数量限定販売ということですので、気になる方はぜひお早めにチェックしてください。